マリナビデオチャット全員集合ですね。3パターン目ですね。はい、どうでしょう。さっきと打って変わって、ね、いいですね、まあ、セクシーはセクシーなんですけど、またちょっとロック系だな感じですね。おお、なんかそれ腕に書いたんですか。ですか。ワンエンオンリーっていう刺繍をね、こうかな。そうです、入れていただきました。かっこいいですね。これも全部オリジナル、世界に1個しかないですよ。だからで、これも後ろ見てください。後ろで、ここにもワンエンオンリーって入ってますね。ありがとうございます。はい、いただきました。はい、ネックレス、じゃじゃん。どうも、ケイシンです。本日、はい、3パターン目、はい、こちらですね。すごいですね、銀がいっぱいついて、これもついて、いっぱいついてるし、アクセサリーここにもいっぱいついてる。そうなんですよ。ね、そっち。いいよ。ケンシンも、あ、じゃあ一周してみよう。一周、とりあえず一周しよう、うん、こうね、うん、はい、それオーディションみたいな感じだから、あの普通に一周回ってくれればいいですよ。で、あれかな、宣伝写真、うん、ここにも入ってるんですね。ワイオンリーも、ケンシンのようにもこう入ってます。で、もちろん T シャツもね、入ってるじゃね。同じところに、はい、まあ撮影も終盤ですね、はい、頑張りましょう。頑張ります。お、ちょっとみんなとちょっと違う。これ、ここ、ここ、ここ、もう一回、もう一回、ここ大丈夫？あ、後で行くから、はい、すごいですね、みんなちょっと違う、スーツ、なんか、ジャケットスタイル、ジャケットスタイルです。いいですね。うお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 、つえいいね。で、ハヤトもここにワンエンオンリーと入ってるって、はい、いいですね。ありがとうございます。本当にね、衣装が神。おお、うん、これ見てくる。ちなみに決めれないかもしれないけど、今3パターン来ましたけど、どれが1個前、うん、あれセットアップ、セットアップスタイル、あれやっぱいつも違う雰囲気で、うん、もう結構柄悪いの好きなんですよ。あ、そうなんだ、はい、いいっすね。俺に合ってる。じゃあ残りも頑張りましょう、はい、じゃあ次、次はこの、ここがポイントです。あ、そうなんだ、ね、ここが結構好きですね。次、次はね、もう違う、そういう次じゃないんだ。次の人、ハイレイです。お、ちょっとハヤトと一緒のジャケットスタイルですね。そうですね。一緒にされたら困るぞ。そうですね。お、ハヤトと一緒っていうのがいいなんですけど、いいす、ね、ちょっとチェーンもついててね、はい、ちょっと一周回ってみて。はい。あ、いいね。で、腕にレイの、レイのはちょっとみんなと違う種類で、ここに、お、本当だ。コンパクトに入ってるっていうね。かわいいですね。かわいい。ワンオンリー。まあやっぱり私はこういう方がいいですね。そうですか。やっぱコンパクトにスタイリッシュの方が、スタイリッシュで、そうですね、かっこいい。じゃあ残りの撮影もスタイリッシュにこなしていきましょう。はい、はい、はい、お、来ました、なおちゃん。僕は MA1 スタイルです。 MA1 スタイルですね。ちょっと下から行こう。はい、おー、なるほど。じゃあちょっと一周してみよう。お、僕はこのチェーンがポイントどこですか。あ、そこからそこにね、はい、繋がってるんですよ。繋がってますね。僕ももちろん、もちろんこっちに入ってます。あ、前オンリー来た。僕は右手に入ってます。さっきみんなは左手に入ってます。逆になってるんですね。あ、これ逆、あ、こうか、そっち、こうか、うん、そう、前オンリーですよ。みんな入ってる、みんな入ってるんですよね。いいね、こんな感じになっております。かっこいい。はい、頑張っていきましょう。頑張ります。イエイ、マッチン。おー、いいですね。これは僕と一緒ですね。僕と同じ MA1 スタイルで、はい、で、ハヤトと一緒でこう、いっぱいついてるんですね。そうそうそう、かっこいい、いい感じですね。ピンが、ここにもついてる。お、で、エイクもレイと同じ同様でコンパクトに入ってるっていう感じで、はい、いいですね。
ちょっと一周回ってみてください。あ、後ろにもついてんだ。ちょっと後ろにもこういいね。で待って、はい、おお、いいですね。どうですか撮影は、順調ですか？順調です。もう終わったんじゃない？いやまだじゃない。え、嘘。うん、あ、全体だ。うん、声の全体で最後です。うん、今回3パターン来ましたけど、どれが一番良かったか。いや、なんだろうな。でも最初、一番最初が俺が好きだったから。ヘアインっぽいやつね。そう、日常っぽい。あれがまあ、でもビデオチャットっぽいからね。そうそう、多分普段の服装もあんな感じだったから、うん、俺はね。そう、だから好きでした。いいですね。じゃあ残りの頑張りましょう。頑張ります。はい。おお、一人だけ、そう、エイクは一人だけタンクトップなんですよ。タンクトップなんですよ。いいね、いいね、はい、寒いです。頑張りましょう。マネージャーさんがエプロンをやってますね。エプロンということは、この後はクックパスライブがあるみたいなんですけど。お、あ、めず、お、おー、あれ、たまたま2人は今回出る人2人じゃないですか。あ、今ちょうどね、話してたの。あ、そうなんだ。そう、クレープ。どうですか、今回何作るんですか？今回クレープを作るんで。おー、クレープ。はい。どうですか、自信はありますか？まあでもやっぱクレープを作るにはね。おー、先生も来ましたね。すごいすごい。もうクックパッドメンバーが揃いました。揃いましたよ。はいはい。どうですか、2人は勝てますか今日？なんかさっきレイ君が、うん、こんな2人マジで余裕だみたいな。おお、言ってくれるじゃん。結果打ってきてたの。でも唯一剣心は勝ってるんで。前回ね。いや、レイには勝ってるんですよ。頼もしいじゃん。そう、俺何もやってない。レイは勝ってるから、剣心。じゃあほぼもう勝ちみたいなもん。おお、いいね。でもこれで、うん、今回ほんと剣心とテッタが、うん、勝ったら、うん、もう剣心いたら勝てる説が出ちゃうから。ああ、いいじゃないですか。俺がいる回は勝てる。したら今んとこレイが全部レギュラーで毎回クックパッド出てるけど、うん、剣心変わりますから。いやそれはそれで事故だ。勝率俺のが高え。放送事故だろ。そうですね。今日どうですか、クレープ作るみたいなんですけど。はい、何でしょう。勝てそうですか？あのね、スイーツってね、うん、あんま作んないんですよ、実は。おー、へぇ、そう、あの、ご飯系か、パスタの2つしか作んないから。いやー、そうそう、ちょっと今勝ち目あんじゃん。全然試合ってやってないっていう。あのね、ケーキとかクレープって意外とね、細かい分量が大事になってくるんですよ。へー、なんかちょっとしたこう、作業の細かいところでこう、作り上げていくものだから。ということで、じゃあクックパッド頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ります。この後です。もちろん二人応援してるんで僕は。ありがとう。絶対倒しに行くから。それはね。倒しに行くから。頑張ってください。頑張ってください。あれ、お焼きだって言ってるよ。頑張ってください。はい。落ちちゃえよ。え、お前ギターないと A グラしないよ。ちっちゃいものクラブ。かっこいいじゃん。パンクじゃん。かっこいいね、いいよ。いいね。え、そういうポーズめちゃくちゃうまいじゃん。やばい。ねえ、許さないで。ねえ、やめて。ね、痛い。貧乏ゆすりする面も多いよな。ね、すごい貧乏ゆすり。本当にやばいっす。貧乏、レイやめて、貧乏ゆすりすごい。ね、レイ、ほんとやめて。レイ。うるせえな。レイ。やめて。足、すごい揺れる。人の3倍ぐらい揺れる。なんだなんだなんだ。なんだなんだなんだ。重い、丸太みたいな。いった、すげえな。大丈夫、カメラに隠れてやってる。痛い。あ、それです。いいよ、大丈夫。いいよ、がっつり。いいよ、プンプン。しかもちょうどジャストでね。いいよ、どうしたんだ。最高です。恥ずかしい。何さんねえ、リンボーエスジやばい。ねえ、めちゃくちゃカメラです。あ、チーム言ってるよ。ほんとね、貧乏ですね。毎回ほんとにね。いや、すごい揺れる。もう、あ、気持ち悪くなってくる。俺、毎回撮影中これで吐きそうになっちゃうんですよ。でも、酔う、ほんとに。もう、おケツが毎回痛いんですよ、これ。朝だらけですから、撮影だと。お願いします。はい、こう固めちゃう。あ、すいません。あ、これ笑顔目でいいですか？笑顔目で。あ、そうですか。笑顔目で。こっちのやつ。めっちゃ決めました。
寝れ重い、ほんと何でもすげえな、お前両方リリカさんシンプルの悪口じゃないけど、ね、はい、ビデオコールの撮影が終わったということで、はい、終わりました終わりましたどうでしたビデオコールビデオコールビデオチャットビデオチャットですねビデオチャットのジャケット撮影はい、終わりました撮影終わりました、どうですかいやー、久々の撮影楽しかったですねはいいやいや、今かぶってたよどうでしたごめんなさい、はいいや、めっちゃ楽しかったですね、うん、なんかいろんなね、衣装着たりとか、うん、今回、僕、前髪をちょっと上げたんですよおおおはい今上がってないけどその何パターンかめちゃめちゃうるせえな、うん、はい上がったんですねそう上げてだからその普段初めて多分その生写真として前髪を上げた撮影もので初めてそうそうそうおでちょっと新しいね自分をね見てもらえたら嬉しいですはいはい武田さん今日武田今日で6番でやりましたおおはいお疲れ様でした、するどうですかはい、今日は撮影だったんですけど衣装3パターンでね、うん、ちょっと撮らせていただいてその衣装もね、すごくすごく好きでした中でも、ちょっと選べないんですけどやっぱりこれとかはすごいですよ、ねうん、手作りで、ねうん、作っていただいてそうだ、ね、衣装の方に本当にね、嬉しい限りでございます、うん、大切に、きますはい、お疲れ様でしたバイバイはいどうですかそうです今日僕だけ朝6時入りであ、そうなんだはいおお全部いろいろやっておお逮捕全部僕がやったんでおお、ありがとうございました、はい、なんで本当にみんな嬉しそうでよかったんでありがとうございます、はい、じゃあはい、お疲れ様でしたお疲れ様でしたはい、まあ、ビデオチャット、まあ、今回ね結構なんか TikTok に沿ったね、うん、素晴らしい楽曲 の、まあその撮影ということでまあでも本当にね、みんないろんなパターンで今回撮ったんで、うんまあ、それぞれのメンバーのいい部分を皆さんに見せれるかなとおそういう素敵な撮影になったと思いますはい、はい、楽しみにしてくださいはい、お疲れ様でしたお疲れ様ですうわービデオチャートビデオチャート、はい、ビデオチャートOK、みんな絶対聞いてくれよはい、お疲れ様でしたじゃあね終わり終わりかよはい、みんなの新しいね、ところが見れたと思うんで、うんビデオチャットという作品を皆さん、はい、ぜひたくさん愛してください、はい、今何をしてるの？してるの？どうせ暇なんじゃない？ということで今回の撮影以上全部終わりましたのでついてる僕たちのその新しいジャケットとか楽しみにしててください今回衣装3パターン撮ってるので、はい、チェックよろしくお願いしますお願いしますお願いします一つください、クリップえ一つくださいあげないですね一つくださいなのでお願いしますちょっとワンエンオンリーとして初めてちょっと YouTube っぽく撮ってみたのであのね、Vlog Vlog かわからないけど Vlog 風ねあれは Vlog でもないけど、うん、風ね風に撮ってみたので、はい、ぜひチェックしてくれると嬉しいですよろしくよろしくね登録も絶対してください絶対だバイバーイこれ10万人いきましょう拡散ギョー拡散ギョー銀の盾くださいみんな銀の盾よろしくお願いしますお願いしますバイバーイお願いします次回は銀の盾開封動画ですオッケーバイ順番くぞはいじゃあお願いしますもう無理かもう落ちたからいいのこれじゃ面白くなくなるから落としてあざすいや今シーアーでビデオチャットの曲が